佐世保実業高等学校ハイスクールは長崎県佐世保市母が裏町にある私立の高等学校。略称はスケミ。学校敷地内には高速者を対象とした自動車工学専攻科があり、自動車整備士二級を目指すことができる。1966年に学校法人佐世保実業学園によって設立され、2012年に 創立45周年を迎えた。学校法人佐世保実業学園によって運営されている学校は佐世保実業高校の他に花高幼稚園がある。事例心騎子則から朝の放送、全校朝礼の際に目送をし全員で唱える。三つの筆型と学問を表すペン先三本を組み合わせたものを背景に項の文字を置いている。作詞は 中川隆一、作曲は富永忠による、二学期制度後発の連続出場となる。しかし、2013年10月に前年度の8月に、当時の監督の指示により3年生の元部員が1年生の部員を殴って顎の骨を折る、暴力事件を練習中の事故と、虚偽申告したことごとが発覚し、当時の監督は、監督職と非常勤講師を辞職、当時の部長も、 退任となり、後に監督は、無期謹慎、部長は2年間の謹慎となった。ありがとうございます。